雅子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村はウムギへ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組しておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。ふっ、恩知らずの弟め、うぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせん。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。足が水浸しだ。まったくひどい道だな。父上、家族の敵は討ったぞ。足立のじじいもその一族もこの世から消えた。吉平は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。自慢の子だろ。当然だよな。吉平、お前は何も分かっちゃないんだ。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。酒をよこせ。二度とブレに来るなと言っただろ。何したらトルボレ。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去れなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。
政子殿を探そう。ジン、こっちだ。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りるって。マサラを怯えついたのか。間違ってる。足立のジジイの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。そいつとはどこで浜に来るよう言ってやる。やつは二つ返事で家来が連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。子供がいたのに。俺は殺しちゃいない。風を流しただけだからな。畜生だ。政子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。一人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐ってる侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちがおもらか答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おのれ、私の獲物を。やつかもしれん。急げ。隠れろ。急げ。逃げろ。うおおおおおおあると聞きました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。フミだ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。まだ屈指でなすことがある。檻を見てこい。
太刀についての御用があればお役に立ちましょう。教えてくれ。思い違いかと、まさに交われましたようなこと。お主の目は血穴ということだ。ジン、少し話せるか。今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。やつも犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。純真、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。政子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。政子様は我をお忘れなのでは。純真、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、政子様。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと？責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな。有能ではあったが、いかんせん気短であった。多めに見てやったものの、影では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。下道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫のもとに戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。
この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。小屋におるやもしれません。真新しい布。布ではない、絹だ。一介の漁師が買える品ではないぞ。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。漁の道具です。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。己ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。己が妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな、貞男を見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。
神社が荒らされておるな。誰の仕業だ。むごいな。悪心を起こしたようだ。元には戻るまい。よくも先人の努力を。狐のムクロド、神の使いを辱めるとはな。対馬の民に対する侮辱だ。犯人を知らぬか。猛虎だ。奴らの所業か。まだ兵がおるはず。
さあ来い。よし、お主ら、友の敵は撃ったぞ。どうか成仏してくれ。叔父上は民にとっての手本、戦場の外でも誉れある行いでずっと守ってきてくださった。忘れてはならんこと。謝罪などいらぬわ、役立たずめ。百姓ならばあるよ。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。
純真、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。探すとは梶原のようなものをか。見つけたのですか。ああ、自ら妻子を殺めおった。私はなんと愚かな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないのだな。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。武装した者と一緒。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど、詮索はしてくれるの。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。盗人とは何者ですか。あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名はマイ。我が家のかつての次女だ。3年前、盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、お泊まを取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。いたぞ、マイだ。浪人もおります。密やかに近づきましょう。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主がじきじきに売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ事はいい。宝の在処に行くぞ。舞と話すのであれば、浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。舞が傷ついてしまう。気を抜いておるな。私が。隠し場所までどのくらいだ。そう近くはないね。間が持たないだろうから。小話でも、今は昔茶屋で働く女がおりました。その人生は辛く、彩りもなし。ところがある日、坊主が茶屋にやってきて、一目で女と恋に落ちました。
を訪ね。俺の女房も変異するぜ。それが女。女は坊主の寺へと飛んでいきますが、坊主は気づくや否や鐘の下に隠れました。女は火を吹き鐘を溶かそうとしたところ、中の坊主は炎に包まれ焼け死んだ。その犬につけられておったわ。殺せ、仕留めろ死ね者め。マイと話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。わかってはおりました。よいか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたは。ならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちも、その痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておる。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような。足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだが。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をしたい。そなた、浪人どもにあの櫛を売ろうとしておった家宝を守るためです。あなたが生きてると知って返そうと思ったのです。礼を言う。舞はすでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありませぬ。私にとって夫が全てなれど、舞のことも等しく。分かっております。この心に偽りはない。
奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。叱る時が来れば報いを受けさせる。どこだ。政子様。どうした、答えろ。おやめください。どこにおるのか言え。政子殿、何を。この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞお助けを。どうかこの場は私に。よかろう。だが口を割らなければ私が変わる。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純真がどうした。もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純真をどうする気ですか。やつも襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が刑場にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。いや、坊主を見つけたら私のやり方で処する。政子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純真の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。父子を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。いえ。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。ゲスども、報いを受けよ。
寺を血で怪我しおって。純真を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ、純真。伏せて。このまま進むぞ。いや、後ろから切る。真。純真が死にますぞ。分かった。それぞれ一人ずつ。私が坊主のことは任せた。天気尊エシャンエルガボルダエニク何をしたというんだ。うまくいくとはずだ。純真を助ければ。まさか殿。陣、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。戦えば我らは負ける。とうに負けておるわ。おやめください。坊主をこちらに渡せ。断る。の敵を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。
約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです、仇のために。龍蔵を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。雅子殿、二度と刃を向けぬよう。分かった、約束だ。足跡があるはず。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが。二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。
お邪魔でしたか。構わぬ。お祈りを。我が先祖にな。これからする諸行の許しを請うておった。ご先祖は何と。声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池の館はこっちだ。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入っては、菊池家の老棟であった。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったな。菊池家も小もだで滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。話によると、ある一族が京を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を流民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申し。まことでしょうか。突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎん。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃、族に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。族どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて、池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが、優しき男と評判であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないのです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。姉君が裏切る兆しは。近しい間ではなかったが、お互いを思いやっておった。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て、菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに、最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後、姉らしき骸を見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い、一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り、偽の骸を作った知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。もう着くぞ。馬を降りろ。ここからは歩く。
万兵がおるな。ご用心を。流民ばかりの場所ならば何があってもおかしくありません。花はどこにおる。マサコが来た。殺せ。切り捨てろ。民をかくまっておった。あれはただの隠れ蓑さ。姉上、姿を見せろ。殺せ。どこにおる。花はどこだ。山の上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。姉君を何といたす。やられたことをやり返す。ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。姉上、さあ出てこい。来たか、雅子。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。ここは食い止めましょう。助かる。切り殺せ。そやつから目を離すな。
よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした？奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押しつけ身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなおこの生き地獄はお前には分かるまい。お前が押しつけた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。あ、皆を悼む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めたが、見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、敵を討ったではありませんか。ご一族のため、その命をかけて、もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。